なんだろう。嬉しかったぞ。お前に一言詫びたかったのだ。この国を、民を頼む。お前の力で、温かい笑顔のあふれる国に導いてやってくれ。我が誇り、我が愛しき娘よ。お父様！
したこともないぞ。私もです。ああ、こいつは第三者が作ったか、バグで新しく生まれたモンスターってとこか。バカでかい姿にしやがって、まるでエントマの親玉だな。沈め、名前はエントマクイーンってとこですかね。はあ、クイーン。いえ、大きいから女王蜂とか女王アンとかそんな感じかなって。一筋縄ではいかなそう。
この作戦で行く。行くよ。やめろ。ああ、食っちまいやがった。シーナ、どうした？しっかりしろ、シーナ。ミスなし。ごめん。シーナ、だれ、シーナ、クマさん、リリー、大丈夫か、シーナ。どこか痛むとことか、おかしなとこはないか。これ、指何本に見える？クマさんの指はよくわかりません。体は平気みたいです。そうか。たく、脅かすなよ。すみません、ご心配をおかけしました。私、今、夢を見てました。夢？今の一瞬でか。暗くて、寂しくて、悲しい場所で、小さな光を抱きしめる夢でした。悲しい場所？それはどういう意味だ？わかりません、そう感じたってだけで。その光景に見覚えは？いいえ、でもなぜかどこか懐かしい感じがしました。そうか、懐かしい、悲しいって感情が付随するということは、もしかしたらお前の失った記憶の一部が断片的に戻ってきてるのかもしれないな。シーナ、無事でよかった。リリー、あなたこそ、なんて気高くて気丈なの。王様はちゃんとリリーのお父さんだったね。姫様！騎士団長？それに他の者たちも。あなた方は無事だったのですね。はっ！我らが遠征より戻りました時には王宮内はすでに混乱しており、王のままでたどり着いた者の惨憺たるありさまでございまして、恐れながら姫様、陛下はどちらに？それは…ここは俺が説明…貴殿、そちらの姫様と一緒に王宮の中にいた化け物と戦った。なんと、
姫様をお助けいただき感謝を申し上げる。では、その様子だと姫様が牢から出てることに異論を。それは彼女にもちゃんと味方がいて、担当直入に言わせてもらえば、王宮内にいた衛兵や王様はマーターズセントマンに殺された。それは誠ですか？ああ、事実。ざれ言を。そんなふざけた姿をした貴様の言葉など誰が信じると思う。そうだ、陛下が亡くなられるなどよくも。落ち着けお前たち、見苦しいぞ。しかし姫様、それは本当でございますか？お父様が亡くなるとき私もそばにいましたから。さようでございますか。さて、この先のことだが、リリー、君はこれからどうしたい？私は、父の意志を継ぎ、この国を再建したいと思っています。ですがその前に、人々を苦しめ、世界を荒廃させたエントマを解かなければ、同じ悲劇が繰り返されるだけです。それに、突然姿を消した民を探し出し、救い出さなければなりません。今の私は、あまりにも無力。強大な力を持ったマーターズやエントマに一人では太刀打ちできないでしょう。それで、そのあなた方にお願いが。あなた方はこのままエントマを解く方法を探す旅を続けるのですよね。私も一緒にあなた方に同行してもよろしいでしょうか？俺は別に構わないが。私ももちろん OK ですよ。むしろリリーが来てくれると嬉しいし、心強いです。あ、でも王女様が。リリーがいなくなったら皆さんは困りませんか？ギルスラ、私は。お任せを。我ら一同、姫様のご帰還をお待ちしております。私のわがままを許してくれてありがとう。きっとエントマを解く方法を手に入れて戻ってきます。どうかご分を。それでは、午前失礼いたします。すごい威圧感だったな。ただの NPC とは思えないくらいだ。言っちゃいましたね。ええ、大丈夫です。この国には、彼らのようにエントマを発症していない者たちもたくさんいますから。わかりました。では、リリー、一緒に行きましょう。はい。リリーったら意外と甘えん坊さんなんですね。よしよし。私ったら、すみません。いいえ、リリーに甘えてもらえて嬉しいです。甘えたくなったらいつでも甘えてくださいね。そんな、いつでもだなんて、明日ないですわ。あー、そろそろいいか。イチャイチャしてるところ悪いんだが、今後のことを話したい。イチャイチャ、あー、失礼いたしました。さて、俺たちは今電空都市オデュッセイアを目指してるわけだよ。オデュッセイア、確か神話に出てくる最果ての地、伝説の都ですよね。そのようなものが本当にあるのでしょうか？心配はいらないです。過去にそこへたどり着いた冒険家の記録もちゃんと存在するのですから。神話に曰く、オデュッセイアの神獣を倒せし者、神の世界への扉が開く。今のところエントマを解くにはマーターズを倒してバグを消していくしか方法はありません。でもそれでは世界を元に戻すのに膨大な時間がかかります。エントマは神の呪い。だったらその神様に直接会ってエントマを解いてもらえるように直談判ですよ。でもその神獣はエントマの開闢で世界を壊して回ったあの化け物のことですよね。倒すのは可能なのでしょうか？そこなんですけど、神獣ってくらいですから
すでに復活しているかもしれませんし、もしかしたら神獣がいなくなったことで神の世界への扉が開いているかもしれません。開いてなければその時また考えればいいんです。かっこいい。神獣さえも恐れない勇気と行動力、素敵です。椎名、手をぎゅっと。リリー、なんか情熱的。じゃ、決まりだな。椎名、ここからオデュッセイアへの最短ルートを教えてくれ。そうですね、オデュッセイアへ行くにはターミナルを使うのがベストです。まずはエルフたちの住むリザリアの森に向かいましょう。リザリアの森に向かうにはハーティスの隣国、海洋国家ストルフィルを目指します。よし、それで行こう。冒険再開だな。はい。あの、椎名はもしかして名のある冒険家なのでは？私はまだ駆け出しですよ。でも、どうしてオデュッセイアへの道がわかるのですか？それは、私がこの世界を…いいな。この世界のことをいっぱい勉強したからです。なるほど、知識に裏付けられる冒険の合理と説得性、私ももっと勉強しなくてはいけませんね。ありがとうございます、水橋さん。ったく、油断するなよ。すみません、水橋さん。オデュッセイアの神獣のことですが、私、地上を破壊して大災害を起こさせるなんて設定なんて入れてないんです。神獣もバグによる改変が行われてるってことか。バグによるというよりも、この神獣自体バグの元凶じゃないでしょうか。神獣が世界を破壊し尽くした結果、バグで蔓延したようですから。奇遇だな。俺も同じ読みなんだ。とりあえずはゲームのシナリオ通り、オデュッセイアの神獣を倒しに行くっていう目標だもん。了解です。この街道をまっすぐ進めばストルフィルです。はい。張り切るのはいいが、警戒は怠るなよ。マップデータを見てみるとだな、街道の途中に街はないし、山に囲まれていて戦闘には不向きだ。どこもバグに侵されてるから、いつマーターズに襲われるかわからない。二人とも十分気をつけてくれ。クマさんは一緒に行かないんですか？用事ができたんだよ。また後で合流する。前にも言ったが、俺がいない間に調子に乗って死なないようにな。にあんなこと言うなんて、クマさんはたまに無神経で困ります。それだけ注意していくようにという意味なのでは？だとしても、もっと優しい言い方してくれても。しかもこっちの話も聞かずに言い逃げするなんて失礼しちゃいます。私のこと嫌いなのかな？そんなことはないと思いますよ。私には時々、お二人はすごく仲が良さそうに見えますもの。シーナをちゃんと気にかけていらっしゃいますし、シーナも彼を信頼していますよね。いやなんでもすぐカップリングするのはライターさんの良くない癖ですよ。ライターって何ですか？ごめんなさい。ライターというのは一般的に言うと、語り部さんとか吟遊詩人さん、お話を考える人ということですね。なるほど。そうです。まあそれは置いておいて、さあ行きましょう。早く進んでクマさんを驚かせちゃいましょう。そうですね。危ない危ない。リリーってば、 NPC の割に妙に人間っぽいから焦るよね。
しら。お呼びですそう。クエスト受注ね。クエスト受注ね。こんなものかな。よろしいです。ありがとうございます。よろしいです。ありがとう。いらっしゃい。それではまた。行きましょう。